勢いがあってね、そうですね、迫力、もう野性味が溢れてるんですけど、そうですね、それまでは緻密なんですよ、はい、ダリン緻密なボクシングを組み立ててから勢いのある攻撃をするんでね、ダリン三浦の左のストレート、今度はボディ、いやパンチ力があります三浦。第3ラウンドのゴンが鳴っています。日本スーパーフェザー級タイトルマッチ、それは小ぼろらしいね、反対、はい、ここまでいい形で来た三浦ですが、ダウンを取られました。ちょっと反応が遅かったですね三浦。ただ笠井さん、一瞬の小堀のプレッシャー、これはすごいですね。ライブ服さあどうだ、うん、足に来るか、ああ足に来るか、さあ行った、振った、さあ打ち合いになった、打ち合いになった、小堀が行く、リップに行く、小堀が行く、小堀が行った、小堀が行く、これだ、これが小堀だ、チャンピオン小堀、行きましたね、一瞬のチャンス、獲物を捕らえる虎のごとく、さあ小堀が行く、ダウンを取られてペースが乱れました、思い切って、おっと右フィースよ三浦、これは三浦のカウンターが入りました、さあどうだ、今度は、今度は三浦か、今度は三浦か、今度は三浦、パンチ力がある、一瞬で流れを変えるパンチ力、今流れ変えましたね、さあ三浦、おっと左、今度は小堀の左、いやー一発で流れが変わる。そしてボディ、小堀の戦い方ができないのは三浦に前に壊れてるんですよね、下がってる小堀というのは珍しいんですよ、はい、ボディからかめる、ちょっと小堀が手が出ませんね、夏のタイトルマッチ巡ってきたチャンスは絶対に掴み取りたい、そう話していました三浦隆、挑戦者だ、積極的に前に出ています、返して小堀、第4ラウンドが終了しています。まあ、小堀もサースポートの対戦が多いですからね、はい、踏み込んで右、踏み込んで右、さあ小堀が行った、左、ライドフック、さあ小堀、振り回した、当たっている、さあゴムなった、今日は地元秋田からも両親をはじめたくさんの応援団、これまでの試合で一番多い応援団、おっと小堀が下がったぞ、顎にね届きましたよ、今さあ小堀が下がった、さあ三浦が行く、ロープに追い詰められたのはチャンピオン、やはりねチャンピオン後ろに下がった、パンチ力ありますよ三浦、さあ三浦が行く、チャンピオンピーチ、三浦もねここで出れるかどうかですね、さあアッパー、左のアッパー、小堀も左を返す、ここで三浦出れればすごいですよ、三浦フック落ち着いている三浦隆、相手をよく見ています、左のストレート、ここも左、威力のある左、そして右、さあ打ち合い、右、小堀が行った、あとまたマウスピースが取れた、小堀のマウスピースが取れた、最後まで攻めるチャンピオン、応戦する挑戦者、試合だ、気迫ですね、最後はお互いの3対0のユナニマスディシジョンを渡して勝者、日本スーパーフェザー級チャンピオン、ザ・ネイチャーボーイ、小堀雄星、苦しんで掴んだ5度目の防衛戦、チャンピオン小堀雄介、ベルトを守りました。打ち落としたいという気持ちがちょっと強い、チャレンジャーの左、さあ一気に行く、さあチャンピオン引いた、さあ一気にチャレンジャーが行く、前回はここから詰め切ることができませんでした、今回は効いたと思ったら一気に行くと話していた挑戦者、さあ三浦のパンチがチャンピオンの顔面を捉えている、一気に行く、チャレンジャーの三浦、3度目のタイトル挑戦、悲願の日本のベルトを手にすることができるのか、そのクリンジがですね、このクリンジが三浦選手はそうですね、打ちたいですね、三浦はそこでいくつ打てるかなんですよね、ああ
ブレーク一つ、まあ、正直にやるとやっぱり三浦組みますからね、入ってきたところをチャンピオンが左を合わせました。両方狙ってますよ今、両方、今聞いた、今の聞いた、さあ落ち着いている、チャンピオン落ち着いている、あまた聞いた、さあカウンターの押し、カウンターの押しになっている、ものすごい試合だ、ものすごい試合になっている、聞いている、チャレンジャーの三浦は未だ一度も KO 負け受けしたことがありません。三浦が今真っ正にするんですね。さあ未だ一度たりとも負けたことがないチャンピオン対一度も KO 負けをしたことがない挑戦者の試合。三浦もう少し打った方がいいんですね。はい、ヤシロは入ってくるの分かるから上から打ち落としてるんですよね。チャンピオンは不気味なまでに笑っている。右打者左、相手チャレンジャーの左、先に少し変化をつけた方がこの試合はね、有利に流れますよね。チャレンジャーが行く、チャレンジャー少し大振りになっています。大きなフック、試合前にチャレンジャー陣営が話していたんですが、とにかく八代君もパンチもあるけど一か八かで打ち合わなくては勝てないというふうに話していました。あーあー、正面すぎましたね、左の正面ダウンを奪った。本当はチャンピオンがダウンを奪った。あのパンチは気をつけなければいけないんですよ。狙いすましてましたね。今度は一気にゲージが逆転した、一気にゲージが逆転しました。さあ効いている効いている、さあ一気に来た、ヤシロが一気に行くか、いや浜田さん聞いた、聞いてますよ、聞いてますよ、三浦聞いてますよ今、さあ倒すこと、聞いた、倒すことはできるか、ヤシロ両者共にダウンを奪ったこの試合、三浦選手ね、このクイズを今決めたんですね、この試合になっている。まあ本人もその一発ではなくてコンビネーションで戦いたいという話していたんですが、やはりチャンピオンを前にするとなかなかできないものなんでしょうね。それとですね、やっぱりダウン取った、そしてダウン取られた、はい、ということですね、一発強いの、チャレンジャーの左、効いている、さあ一気に行くか、さあ一気に行くか、クリンチに逃げるチャンピオン、クリンチに逃げるチャンピオン、ダーン、いや、ダウンです、ダウンです、効いている、三浦がチャンピオンから2度目のダウンを奪いました。ああいう一発が当たるからやっぱり狙いますよね。これはチャンスですよ、チャンピオンしのぎたい、第6ラウンドまだ1分以上残っている。さあダメージはどうか、左を返した、ま、チャンピオンも左を返した、三浦食ってますよ、三浦さん、三浦君狙うことですね、右、チャレンジャーの右、左、当たっている、三浦君、三浦も今危ないところですよ、狙われてる、お互いこれもう踏ん張りところですね、お互いのカウンターのタイミングが合っています、どちらが倒れてもおかしくない。いや、本当そうですよ。これチャンピオン聞いてますよ。チャレンジャーが行く。チャレンジャーが行く。チャンピオン聞いてますよ。チャンピオン聞いている。チャンピオンが聞いています。三浦君はこう手数ですね。手数。ああ、聞いている。手数までていく。さあ、白いことができるか。残り20秒。第6ラウンド残り20秒。ああ、った。聞いている。倒れた。2度目のダウンを奪った。このラウンド2度目のダウン。ファイティングポーズを取った。さあ3ノックダウン制です。あと1回倒れたら、ここでなんとかゴングに救われた。チャレンジャーは一気に行きたいですね。ラストは勝負ですよ、もう三浦選手ね、さあ、ね、やはりダメージは残っている。前回強切れなかった思いをね、ここに出さなきゃダメですね。いやしかし浜田さん、はい、まだヤシロのパンチは死んでいません。ヤシロはだから一発狙ってますよね今。右、チャンピオンの右、右ロック、まだ分からないですね、まだ分からない、右ロック、新チャンピオン誕生、入り際徐々にこれリングの中央でお互いジャブの打ち合いです。この鼻血が出すぎるとですね、呼吸がきつくなるんでですね、はい、スタミナにも随分、あー入り込みのところストレートを狙っていきました。鼻血は随分流れてますよ ね、 すね。稲垣が第2ラウンドダウンを喫しました。ここはチャンピオンチャンスですね、まだ時間たっぷりありますからね。
チャンピオン三浦、相手をダウンさせた後に冷静にいくこと、これが世界につながる道なんだというふうに話しています。冷静にいけるかどうか、三浦隆、今回のテーマです。3度目の後半ダウン取られてからですけどね、稲垣が右ストレートまっすぐまっすぐいきなり右から打ってますよね、これがですね、案外この三浦がやりにくそうなんですね、この右に対しての。だから稲垣からするとこの右を顔面ボディちょっと打ち分けてみると突破口を開ける可能性ありますね。上下にですね、はい、まあ、藤田さん、はい、田中さん、またね、チャンピオン陣営トップス、さあどうは、ここはダウンだ。今後頭ちょっと引っ掛けた感じはありましたけどね、ただこの稲垣の一瞬の隙をついた三浦、再びこのラウンドもダウンを奪った。浜田さん、はい、ゴーサインが、あーっと、しかし三浦一発、三浦はここでノックアウトするかしないか大きいですよね、この試合。大きいですよね。せっかくならば、さあ世界挑戦のためには大きなアピールをしなければならない。もう大きい番にならないでしょう、チャンピオンは。ゴーサインは挑戦者に出ていました。しかし三浦がここまでさらに一発、ゴーマンを、まあ、さあ打ち込んでいく。これはかなり効いてる。離れているでしょうから。稲垣からするとノックアウトじゃないとやっぱりタイトル取れないですよね。そうですね。さあ稲垣も必死に抵抗していくが、三浦。先ほどのパンチで稲垣かなりダメージが残っているようだ。足が止まっている。ダメージ残ってる相手をノックアウトできるかどうかですよね。頭をつけて三浦が打ち込んでいく。しかし稲垣も返す。アッパー、アッパー、アッパー、やーっとストレート。試合を止めた。チャンピオン三浦隆、2戦連続 KO 防衛。まあ、ボディからの顔面左ストレートっていうのはそれはいいコンビネーションになりましたね。リーチは内山選手の方があるので、あ、内山、はい、あ、目切った、あ、内山は目切りました、今、あ、今頭が当たりました、頭が当たりました。今一旦レフリーが試合を止めてドクターに見せます。内山選手はパンチばかりに注目されていますけど、はい、マサも持ち合わせていますね、おー、ダウンだ、ストレート、三浦の左ストレート、内山ダウンだ、ね、これがあります、これがあります。おーっと、おーっと、試合はわからないぞ、わからないぞ、あー、また左が当たった、左が当たった、っクリーチした方がいいですね、一旦スリープ、一旦スリープ、なんと内山が第3ラウンド攻勢に出ていった試合の中でいきなりのダウンを置きました。さあ接近戦でも三浦がパンチを出す。さあ体を振りながら三浦が様子を伺う。内山右、内山が右を出した時に相手の左怖いぞ。三浦選手止まっちゃいました。あ、見事、すごい、おお、あ、左だ、効いた、効いてる、効いてる、さあ、さあ今度は形勢逆転か、迫力ある打ち合いですね、チャレンジャー陣営ですね、ボクシングすると内山が上手いからもう少し手を出していこう、カウンターには気をつけろと指示されています。あー、リフト、イエス、いやー、リフト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 、内山のパンチ返す、でもチャンピオンも気強い、いやー、三浦のパンチ当たっています、内山の画面取れてます、内山効いてますよ、効いてますか、効いてます、やっぱり、さあ、内山が三浦選手の右目がもう完全に塞がりましたね、もう見えてないところ、見えてないですね、これレフェリーストップもありえますね。さあ内山が、しかしボディを放ってます三浦、そこで左のフック、激しく跳ねている右目、しかしそれでもパンチを出します。見えていないという、ああ、ここで試合が終わりました、止めました、ドクターがチェックをして、そして判断でここでストップがかかりました。あの区切って打つんじゃなくて連続で、はい、右から左です、ボディから上です、連続で打つといい、ね、やっぱり全部避けるのは難しくなりますよね、はい、そして今下から上というような形も見せましたよね、このプレスをかけてからですね、はい、もうワンテンポ早くしたいんですね、少し見過ぎてるんですよね、あの特に食ってないですし、いや、ほとんど回ってないですからね、はい、あ、もうよく今引いていました、左一発入りました、グラッときた、明らかにグラッときた、 今マウスピースが出そうになりました、ペレスです、好チャンスですよ、これが内山隆からもダウンを奪ったという、この辺りは新たに、しっかりと頭を振っている、相手を見据えて定拳に来て覚えた笠井雄一トレーナーと一緒にトレーナーをしてきた、バンクルから左が当たった、これはスリップですね、手で引っ掛けるような形になりました、スリップです。それにしてもペースをつかませてくれないペレスですね、あ、なんと試合巧者というんですかね、まあ本当防御の意識高い選手、あー、右のボディだ、いや、ボディ効いてるんですよね、もう、あー、右フック、効いている、効いている、さあ、一
ーション。ナイス、真下来ましたね。はい、明らかにボディが効いた。もう少し半分の力で数を倍打てるか。なるほど、ね、半分の力でいいわけですね。いいわけですよ。まとめたいですね。十分パンチ力あります。あとは、まあ、後半もともとパワーありますので、そのパワーを半分にして手数を出せるかどうかというところ、最後まとめたい。まあ、打ち合いのは強い三浦ではあるんですけどね、相手がこれだけ引いてしまうとやっぱり空回りするところもありますね、うん、ここはワンツースリーでちょっと効いたようにも見えましたが、もうダウンです、ね、ダウンを取りました。手をついたシーンでパンチも当たっていたということで、レフェリー浦谷ダウンを取りました。この試合初めてのダウン。ただ残り時間はほとんどない。左右、最後は追い込んでダウンを奪いました三浦隆。試合終了。勝者赤コーナー三浦隆。ほとんどフルマークに近いスコアで、帝拳ジムの三浦隆再起戦を勝利で飾りました。ナイスボディですよ。あのボディですよ。あれ少し効いたでしょうか。効いてきますあれね、はい、後ろに下がりました。おっと、ラインのストレート。さあ三浦ボディからリズムを掴んできます。第2ラウンドです。残り1分を切りました。ラインのストレート、おっとビラッパー、ビラッパーが入った。おっとビラッパーが入った。ビラガクンと膝が落ちました。あのオスの右のアッパー、ちょっと今効きましたね。はい、ナイスボディ、左右のボディ、ワンツースリー、はい、左のストレート、後ろに下がりました。ボディへの攻撃の後、アドースが、はい、後ろに下がりました。さあ、ニュートラルコーナーに追い詰めて、ボディへの攻撃です。左のストレート、ミラの左、来ましたよ、聞いてますよ。さあ、ミラの左、アドースも右を返す。ここは丁寧に、ね、攻めたいところです、左のボディです、ミラ。左のボディ、ナイスボディですね、ナイスボディですよ。いいボディが入りました、ミラ。アノースは序盤からもう 100% で来ていますんで。そうですね。ナイスライノボリー、来ましたよ、今来ましたよ、ライノボリー。鈍い音が後楽園ホールに響き渡りました。この三浦の重いパンチです。アノース選手もね、闘志がね、全くね、もう最初のままですよね。この最終ラウンドになってもその集中力、闘志というのは切れていません。切れてませんね。はい、ライノストレート、ボリーから顔面、今の方がいいですよ、はい、パンチを集めました。つなげていきました。さあ残り10秒、最終ラウンド。さあニュートラルコーナーに追い詰めている。さあ三浦がいった、三浦がいった、どうだ、ここで試合終了です。勝者赤コーナー三浦隆。勝ったのは世界ランカー三浦隆。経験ジムに移籍してこれで2連勝ということになりました。3対0の判定です。さあ今第1ラウンドが始まりました。赤いグローブが帝拳ジムの三浦隆28歳、一方青いグローブが MT ジム三垣隆二31歳です。さあまずはこの三垣が左のジャブでプレッシャーをかけていく。このジャブで相手の出方を伺おうという立ち上がりか。お互いともハードパンチャー、強打を誇っています。そしてともに2009年に初の日本タイトルを奪取しています。互いに間違いなく一発が勝負を決めるんだという KO 宣言も出ているこの試合です。さあ解説の飯田聡さん、はい、まず第1ラウンド、この試合どういうところが見どころでしょうか。まあお互いハードパンチャーということもそうなんですけども、はい、まあどちらにしても、大事な試合なんですよね、はい、三浦の方にしてはもう世界挑戦ということがかかっていると思うし、磨きの方も、前回ちょっと、トヨタイトルで負けてますけどね、これでもし勝てばまた世界挑戦の道が開けると、お互い世界を見据えての戦いになってますよ ね、 そうですね。この日本タイトルを奪取したときのビーオーと左一発ダウンを打った。立ち上がれない、聞いてますね、三浦の左。いや何発か、大きなのを狙っていたんですけど、本当に一の隙ですよね。ボディさあ打ち込んでいく、聞いてますよ。まだ1分30秒あります。さあ右左、ここでレフェリーが試合を止めた。三浦隆、世界ランカーの意地を見せた。ストレート一発、
あのボディをね打ってくるのもあれがね打つためなんですよね。ああそうですか。上下の打ち分けを見せた。来た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 一気抜け一気抜けさあ行けさあ行けミラチャンスです。さあ行けミラ。あっとこれはスリップこれはスリップ効いてますよ効いてますよ。ボンバーレフト左がチャンピオンチャンスですよ効いてますよ効いてますよ。さあ行けミラ夢を叶えろ効いてますよ。さあミラが一気抜く。この辺りはチャンピオンもさすがです。でも効いてますからね。さあダメージはある。左に持ってきた左でチャンピオンからダウンを奪った。さあ残り時間は第3ラウンド残り時間20秒。あっとここはニュートラルコーナーに戻るという指示です。ドクターによりますと右の眉尻の傷がやはりですね深くて、そして先ほどは確認をしたと。あまりにも深くなってくるとこれは先に止めるかもしれないという感じです。ああそうですか。いやあ右効いているチャンピオンが効いている。さあこれは倒れたしかしこれはスリップです。ただ効いてますよ。右でダメージを与えました。効いてますよ。これチャンスですよ。さあ左だけ右でした。2回目のダウンを奪った。また左。ボンバーレットがダウンを奪いました。大チャンスを迎えた。まだ時間ありますからね。さあ世界の頂点はもうすぐそこです。ワンパンチでダウンを奪った。ここは仕留め切りたいですね。さあ第6ラウンド幼い頃からの夢を叶えることができるか。ボディからさあチャンスだ。ティリーティリー効いているロープを背負ったのはディアス。いやしかしディアスも打ってくる。ティリー効いてますよさあ当てろさあ当てろ。世界の頂はもうすぐそこです。当たれば倒ると思ってますからね、力が入ってますよね。マウスピースを履いた。チャンピオンはマウスピースを履いた。いや苦しいんですよ苦しいんですよ。中学校の同級左来た。さあ距離を詰めていく左フック。チャンスです。さあチャンスだ。さあチャンスだ。突き抜いた。左でダウン。試合終了。新チャンピオン誕生。幼い頃からの夢をついに叶えました。家族と父まさしさんに捧げるチャンピオンベルト獲得です。ノックアウトで新チャンピオン誕生です。打ち合いはもうやむなしと、まあ、多少はやったアッパーカット。いいパッパーカットでした。そうだな。その後追い打ちアッパーから始まりました。猛攻です。やっぱり一発当たればそうなりますよね。腰が落ちました。さあ本人はしっかりとしています。まだ1分30秒ありますね。左アッパーのショートの左アッパーだったんですね。そうですね。またガードを高く上げました。トンプソン、まあ、この試合の展開というのはある意味予想をしてたんですからね。このように打ち合いになると効いた。さあボンバーレフト炸裂か。効いた左を覆いかぶせていきます。あクリッチいきました。慌てないことですよ。トラバイズ空振りしないことですね。ものすごく効いてるように閉じこもりました。アウトとアウトですけどね。アウトですけど記録が違うんですよ今。これコールさん止めるかもしれませんね。そうですね。ちょっとなおも続けました。アウト立ち上がってきた。それを打ち倒す。追い打ちをかけました。どうでしょう勝負ありか。聞いてますね。そのようですね。アウト立ち上がります。やっぱり立ち上がりましたね。やってますから。さあ動いてみろと。諦めないですよね。右を伸ばしながら振ってきますね。トンプソン、トンプソンの右のストレート、勝負、三浦さん、三浦さん、カウンターをもらってしまいました。ありますよね。トンプソン、力あります。カウント入れてます。さあ、三浦、落ち着いてます。はい、ボディが合っています。踏ん張りどころですね、これ。30秒、残り30秒、と。右を振ってきます、左右のフック。トンプソンも足が動かないですよ。長いストレートを打ってきます。三浦が追い込んでいきます。左からトンプソン崩しですね。止められないか。トンプソンは崩れ落ちるか。いやまだこらえています。いや頑張りますね。腰が一旦落ちかけたんですがこらえます。また浮上してきました。14秒13秒。右カウンター。ナイスカウンター。どうだ。さあ左はと炸裂しない。さああと数秒です。頭を下げながら押し込んでいきます。三浦隆、試合終了です。In favor of the winner and still champion, 三浦隆、防衛です。
惜しくもカンクンで防衛に成功いたしました三浦隆、セルヒオ・トンプソン、まあ本当にきつい試合でしたが退けることに成功いたしました。来ました左のボディです。ただ好戦的に打ちまくるというイメージであります。あ、左左を出してボディへ、今度は顔面へ、三浦が攻める、三浦が攻める、あこれ左のストレート、左のストレート、引いてますか、引いてますか、一番の差、三浦チャンスだ、三浦チャンスだ、引いてる、これ引いてるな、さあいきなり来ました、左のボディブロー、引いた左のボディブロー、有村さん、いいの入ってますね、いいの入ってますね、三浦絶好調の立ち上がり、春の苦しい、左打った、左打った、左のボディアッパー、そして左打った、春の苦しい、春の苦しい、三浦決めるのか、1ラウンドで決めるのか、八村さんどうですか、左ボディが効きましたね、この登場になりました、春の苦しい、勝手が違うなというふうに思ってると思いますね、おーっと右のスロット、ちょっと油断したところに右が飛んできた、ハルドンは言いました、スピードアンドアタック、そしてサプライズを見せてやると言いました、右から左、左から右、左を打って右のストレート、そして左のストレートがダウンだ、ダウンだった、ハルドン崩れた、投げ倒した三浦、連続ボッパー炸裂しました、ハルドン立てるか、ハルドン立てるか、カウントが進みます、カウントが進む、ダメージどうですか、谷山さん、ダメージもあるし、左気持ち的にちょっと慣れてきてるのもあるんじゃないかなと感じますけどね、さあ左のボッパー、右の右から右のストレート、左の右、右から右、ハルドン返せない、ハルドン返せない、ダメ、ハルドンが攻める、ハルドン左のフック返す、右が左のストレート、ハルドンも左のフック返してくる、起死回生を狙ってくる、ここは一気にいってほしいですね、逆にそこで呼吸をつけなければいけないことというのもあると思いますが、やっぱり左フック右ストレートのパンチだけ気をつけてほしいですね、はい、では仕留めるパターンというのは何か考えられますか、一発強いの当ててから、はい、この回この回ですね、突き落ちる、右フック左フック決めた、最後は連打、崩れ落ちた、クレイジーハルドンの心、クレイジーハルドンの心を折りました、右を出しながら落ち着いて、おっと足に引っかかりました、触れた、おお襲いかかります、ブロックします、左が当たった、左が当たりました、おお左が当たった、この打ち合いに強いのが三浦隆です、左が振るわれました、左フックですね、真っ向ような、ややちょっと耳の後ろ辺りでしたけどね、はい、威力はまあさすがですね、距離を詰めてきました、三浦が詰めてきています、ボディブロック、あっと一発もらいました、左フックだけ気をつけてですね、そうですね、左強いもの持っています、三浦もフックを打って離れます、そして左に長いパンチを打ちました、サウスポーで、やりますね、サウスポーでずっとボディ、はい、スイッチしてますね、スイッチしてますね、プエルタが今一瞬サウスポーにスイッチしました、おっと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 コーナーに押し込んできました、この回は接近戦で打ち返しての構想しましたね、そうですね、ただうまい、これ打ち合いに持ち込んでいます、政権陣営はこの状況をどのように見ているか、この打ち合いが三浦の真骨頂ではありますが、スリルもいっぱいあります、まるでタイソン、ナイス左、いい首を振りまして頭を振ってからの左でした、そうですね、狙っていきますもんね、ボディからの上ですね、はい、それをしっかりと踏襲しまして、ボディにかなりのダメージを与えているようです、高谷さん、その通りでね、陣営としても下から上、下から上と、そろそろ上の方もちょっと増えてきましたね、指示が、そうですか、赤ひやリポートがそれを教えてくれていました、ボディボディが効くとですね、強いパンチ打てないですよ、ですからブエルタは軽いパンチ、スピードを意識した軽いパンチしか打てない、あまともに入り始めました、正面からいけそうです、もう一回頑張りますよね、ブエルタも、ボンバーの発射時が来たのかもしれません、これがカウンター、三浦のボンバーです、おお聞いた、そしてアッパーカット、惜しい、鼻詰まりました、さらに詰めていきます、ボンバーレフトかボンバーライトか何でもいい、三浦が詰めていきます、ナイスボール、止まるかもしれない、いっぱいいっぱいになってきました、プエルタ、ボンバーはここ横浜でも炸裂チャレンジャーサイドは木村拓哉さんのリポートです、左フック左フック、さあ炸裂、この左で相手にまずは恐怖心を与える、それが三浦のボクシングのスタイル、ステップバックしていく、左ストレートはかわしていきました、相手のビリーリングにもあの左ストレートは完全にインプットはされています、
三浦がハードパンチャーだということは認めるけれども当たってもすぐハードパンチャーだと話していたビリニムですが、そのビリニムに出してボディ攻撃、具志堅さんあのボディですね。いいですね、今あのチャンスなんですよ。一撃出た、これが世界を震撼させる三浦の左、過労してたんだ。聞いてます、聞いてます、どこまで強いのか。大歓声の中今 V4 達成。バラガス、これ力ありますよね、バラガスね。あの左フック得意ですね、はい、おー今ちょもらった、グラッと崩れる、さらに追い打ちをかける、右のパンチは距離を決めます、いいパンチが入っています、ボディを返す、いや、頑張れ、いや、仕事がいいパンチ、ああ、上手に出ます、ちょっと危ないぞ、クリンチしたい、クリンチしたい、もらい続けます、クリンチに行きます、スタッフ、スタッフ、これはストップの間に入ります、ブラックコーナー、自陣に近づいてまいりました、右は、当たりません、まだ少し、狙いが若干ずれてるのかもしれません、ワン、ツー、顔面にもらいました、しかし、三浦隆、ラスベガスに相手を倒すためにやってまいりました、いや、パーマット。そしてまたボンバー、みんなすべがす、出血も大きくなりました、フランシスコ・バルガス行くのか、バッティエド、伊達に盗賊、山賊のニックネームは持っていません、三浦のベルトを奪いにやってきていますが、三浦隆ボンバー炸裂、形勢逆転ですね、しましたね、落ち着いて落ち着いて、さあ正確に左か右か左か、コネゴング、ゴングが両選手を分けました、おそらく三浦選手もそうなんでしょう、ワンツー、ちょっとこのラウンドで、おー来たね、出てくれてた、来た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 、とどめに行ったんですが時間もない、三浦さんを左の空振り、ブロックします、懸命の防戦バルガス、最後フィニッシュいけるか、止めたのか、ゴングですね、ゴングです、5度目の防衛戦はここラスベガスですごい試合やってます、第9ラウンドです、打ちつ打つの激闘と激闘ですね。そうですね。あと打った、ちょっともらいました。三浦だ！三浦がキャンバスを張っている。野田打ちも張っている。両手をタッチ。わ、両手を上げました。戦えるか、戦えるのか。いいのか、打ち合っているか、打ち合っているか。クレンチです、クレンチです、クレンチです。三浦。バルガスが襲いかかります、集中打をもらう、危ない危ない危ない、クリンチできるか、クリンチクリンチ、パンチをもらい続けます、距離を置きます、ちょ前出てクリンチだね、バックステップ、カウンター落ちに行きます、距離を潰す、そうそうそう、カウンター落ちに行きました、ここは一番の策は西岡さん、もうクリンチです、ボディ、バルガスの容赦のないボディが来ます、クリンチ来ます、懸命のクリンチです、チャンピオン少し目が泳いでいます、まだ泳いでいます、腰を低くしています、頭を下げます、打ち返します、打ち返され止められるかもしれません、バルガスも懸命、左はカウンターになりません、前出ることですね、右右のバンバー、もう一回右、この状態漁協で打ちます、いいパンチをもらった、もらった、止めた、止められた、三浦隆敗れました。三浦隆の世界へ向けた再出発、今ゴンが鳴りました。この試合の解説は元世界チャンピオンの2人、飯田聡さんとセレス小林さんでお送りします。お二方どうぞよろしくお願いします。お願いします。さあまずは飯田さん、はい、ボンバーレフトの再起戦、どのあたり楽しみにされていますか。まあそうですよね、ちょっとさっきもちょんちょんと軽いのをこうもらってしまったんですけども、はい、
まあ、まずやっぱりこうボンバーレフトですよね、それはまず見たいっていうのはありますよね。はい、あの11月のベルトを失ったバルガスとの試合では1ラウンドに右のフックをもらうシーンがありました。1ラウンド気をつけたいところですよね。まあ、そうですね、やっぱりこう大舞台も本当にこうラスあのビッグ、大きな会場でやった後のこのまた、まあ地元というかホームの後楽園ホールに戻ってきた、はい、でそこでこうモチベーションというか自分のテンションですよね、それが下がってないかはちょっと気にしたいですよね。あ、そうですか。そしてセレス小林さん、はい、このラスベガスのアメリカボディ本場のファンに認められたこの三浦の試合をこの日本で見られるこの喜び、まあ、そうですね、もう本当年間最高試合ですからね、はい、そういう選手ですから、ただね、あとね、もうあの地元ということでね、はい、気負わないでほしいですね、あまりね。あ、そうですか、はい、さあその三浦の注目の立ち上がりです。今右のフックを打ってきましたジミーです。おー、ボディー、三浦のボディー、さあストレート後ろに下がった、ジミーが後ろに下がりました。ずしんと響き渡りました三浦のボディです。なんといっても切れ味に重さが乗った左、そのボンバーレフトを持っている三浦隆です。いや、でもちょっと今日の三浦体重そうですよね。あ、そうですか、動きがちょっと重い感じしますよね。あ、そうですか、ちょっと動いた方がいいですよね。ベルトを失ったのが去年の11月、アメリカラスベガスでのリングでした。今日はそこからの再起戦、半年ぶりのリングになっています。ボディを打ってきたジミーです、まあ、ボルボ選手ね、あの背も大きいですから、はい、やはり距離感を、ね、ちょっとね、最初意識したいですね。あ、なるほど。さあ右のフックを打っていきました。今日の再起にあたってはディフェンスに気をつけたいと三浦本人は話していました。右のガードを上げています。三浦隆はサウスポースタイル、一方のジミー・ボルボンは右構え。おっと、右左ストレート、うん、強引に詰めて、ね、左を打とうという、ね、気持ちがありますよね。あ、なるほど。さあ第1ラウンド、早くも残り時間1分を切っています。右のストレートを打ってくるジミー・ボルボンです。ジャブから左ストレート、左のジャブ、左ストレート、少しジミー・ボルボンが後ろに下がりました。ジリーだ、これが三浦のボンダーレフト。あ、終わりましたね。1ラウンドノックアウト勝利。しかしすごいパンチですね。これがボンバーレフトです。わ、まあ、ターゲットが近づいてきました。ボディ効いた、完璧なボディへのカウンター炸裂。ボンバーは下に向かって発射されました。立つのか、立ちました。ローマンもこの先がかかっています。ここで満点。いや、素晴らしいボディだった。いいボディが飛びました。ボディを打ちに行きます。右、ナイス、ボディ攻撃、最後のボディです。おお、打ち返してくる。またボディ、ボディが背になっています。右のショートは顔面へ、もう一回さらに顔面、いいパンチ、最後です。止められるか、レフェリーは止めるか、バーダー崩れました。崩れ落ちました、ミカエル・ローマン。三浦隆、力をセーブした早い回転で連打しました。さあダウン、抜けるのか、ここで終わりか、いきます。さあ三浦ボンバーの出し時、ボディです。ボディはそうですね、西岡さん、これが一番効果的でしょうね。そうです、もう一番嫌がってますよ。徹底していきます。最後三浦、上か下か、だから上も当たりやすくなりますね、はい、相手に隙ができますから、そこにやっぱりボディのカウンターもらいたくないっていう気持ちが働いてますね。なるほど、なるほど。さあ、あ、相打ち上等という感じの三浦隆、いきなり、おー、ナイス。ローマンもう這い上がれないでしょう。6 7 8 9 10、カウントアウトです。三浦隆、逃げるローマンを砂漠の街インディオに沈めました。いや、素晴らしい。ここですね、あ、で、逆に来ました。ダウンされた、ダウンか、ダウンです。ポーンと当たったパンチ。1ラウンド目、三浦隆ダウンを期してしまいました。ベルチェルトも来ます、上からベルチェルト来て、さあ、いよいよ出始めるか。いいですね、上下ボディも打っていきたいですよ。強振が追いつけられたか、ベルチェルト初めてボンバーらしいボンバーもらったかもしれません。おー、おー、すごい出てきます。
ものすごい雄たけびとともに、あるいはもうどうしても漏れてくるこの力強いこの声とともにパンチが襲いかかってきます。回り込んでくる、回り込んでくる、タッチするよ、タッチするよ、左からダブル止めに来るか、に抱え込んでいきます。粘ってもらう距離になったかもしれません。左側と動きました。左から、おお、いいですね。あ、このジャブもいいですね、はい、ボディー、おー、いい、右を突きながらボディーで左に持ってきました。効いてますよ、効いてますよ、ガード一瞬下がってますよ。手を出していきます、先に手を出していきます。ルルセルト効いてるの、あ、流しがボーダーとパチボーダーと打ち当たりそうだ。この後がなんとか踏みとどまった。ボディー、ボディー効いてますよ、顔面にもパンチをもらっています。三浦です、三浦のボディーが効いてますよ。正面に向かって発射します。ボディがいくつかありました。それが効果的にこのベルザー苦しそうですね。ボディ効いてる、効いてる、苦しそうな表情を浮かべています。チャンピオン三浦は両手を上げました。さあ行くぞという、相手は追っていきます。ベルセルトも下打ってきます。あ、ナイス、前回見せた効い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 た、これで風穴のような左ボディブロー、今度は上、効いた、明らかに効いた、強いパンチ打ち込めているようです。ここ続けたいですね、ここでパンチ続けたいですね。残り数秒、左から止められてしまいます。試合終了、両腕を上げましたベルチャルト。 All three scores to the winner by unanimous decision and still the WBC 大差がついていました。3対0、3人目フルマークでした。今確実と言ったように聞こえました。ミゲール・ベルチェルト、三浦隆を退けています。